女子学院中学校、高等学校は東京都千代田区一番町に所在し、中高一貫教育を提供する私立女子中学校、高等学校。高等学校においては生徒を募集しない完全中高一貫校。明治初期にキリスト教宣教師や日本人キリスト教徒によって建てられた女子中等教育校の一つで、1870年設立の最古の学校である。 通称は JG。教派は長老派教会。英語名はプレスベティリアンガールズスクールである。女子学院はいくつかの学校から統合してできた学校である。1870年設立の A6 番女学校。1874年設立の B6 番女学校。1876年設立の桜井女学校が解消。統合し1890年に、 女子学院として発足した。現在地に校舎を新築移転し、私立の高等女学校としてでなく、国による制約を受けない各種学校として発足した。各種学校では、高等教育機関への入学資格が得られないため、女子学院は5年間の本科の上に高等科を設置し、独自に高等教育を行った。なお、 その高等化が母体となって、東京女子大学が設立された経緯がある。初代委員長は、矢島か子。故。公明の一部に、女子学院を関する学校は多くあるが、公明がそれである、唯一の学校である。制服の着用義務はなく、自由な校風とされる。創立以来の朝の礼拝を特色に持つ。プロテスタントのミッションスクールであり、秀一火星を踏襲している。 そのため、2月1日が日曜日である都市では、首都圏で中学受験の受験者が大きく増減する要因の代表的な学校の一つである。卒業生の4割ほどは、東京大学をはじめとする南韓国立大学に進学する。進度は多岐にわたっている。1870年、ジュリア・カロザースにより、築地距離打ち6番に A6 番女学校が設立された。その後 原種明に引き継がれて、原女学校となった。1874年、ミス・ヤングマンとミス・パークが、同じ築地居留地6番地に、B6 番女学校を設立。その後、居留地42番に移転して、新栄女学校となった。1876年、桜井地下が工事町に、桜井女学校を設立。桜井が、夫の函館婦人に伴い、 北海道に去ると、メアリー・トゥルーが経営を引き受け、矢島家じこが公主代理となり、同校を支えた。1878年に、原女学校と新境女学校が合併。さらに1890年に、桜井女学校と合併して、校名を女子学院に改め、現在地に校舎を、新築移転、矢島家じこが初代委員長となった。女子学院初代委員長。 矢島まかじ創立記念日の10月24日は、桜井一花が女学校設立の許可を東京府から得た日である。毎日着用義務のあるものとしての制服は1972年に廃止された。これは冬は紺色の上下ともぎれのセーラー服で、胸のスカーフのリングに JG の飾り文字が入り、袖にアメリカ合衆国の国章から取った和紙のロゴが入る。 夏服は上は、身頃が白で、ロゴが紺色となり、冬服とネガポジが逆転する形となっている。胸には、緑色の横長三角形で中に、JG の文字を入れたペナントのような型の交渉バジを付ける。スカーフの色は、赤が中学、紺が高校で、中学と高校を見分けられるようになっていた。ただし、儀式の時は、 白のスカーフを着用する規定であった。生徒に愛着を持って着用された制服であったが、当時学校の経営陣の間にあった内紛で自由化派が勝利し、それを象徴する指導方針の変更として、上から制服廃止が通告され、着用義務がなくなった。また、この変化の背景には1969年11月に一部生徒によって、なされたバリケード封鎖と、 全学集会がある。そこで出された5項目、中でも、習うから、学ぶへの転換、相対評価から、絶対評価へ、がある。この定期によって、当時の女子学院に被せられた、名門受験校という現実を見直し、もともとの女子学院における歴史と精神の早期が、なされる。結果、1971年6月、大島委員長から付け当文書で、 制度としての服装規定の廃止が表明される。そこで、大島委員長は、一体服装は個性を持って選び取るものであり、機能に応じて、用い方を工夫すべきものであって、そのことが一つの教育であると考えますと、事故によって選び取ることの重視であることを説明した。だが、この上位形の方針変更にもかかわらず、多くの生徒の心情の中でこのセーラー服への、 愛着がやむことはなく、これを自主的に着用する気風が、生徒の間に連綿と続いている。今でも、指定洋服店が制服とされていた時と同じ、伝統の方のセーラー服を製造、販売している。これは、正規合格者内資現役の生徒であることの証明が、ないと購入できず、事実上の、純正服という地位にある。ありがとうございます。